でも今日ちょっと機嫌悪いかもしれないから。なんでじゃあ誘ったん？下手なプレイすると。なんで機嫌悪い時に誘ったん？え、TikTok で何か言われた？いや、もう言われた。カジュアルで草。とか。それで言わすときはいいな、クソども。どうせだからな。どうせ多分 KD0.1 ないからあいつら。0.04 ぐらいよ。え、配信するっすよね。うん。え、トベインさんは？俺はしないっすよ。俺もう今お小遣い稼ぎにやってるだけなんで今配信。あんま言うなそれ。生々しい。まだだって配信してないっしょ。今配信した。あ、危な、危な、危な。危ない、いやいやいや。危ないって。もう大丈夫。危ない発言すんなよ。おやばい、きつい、これはきつい。いや無理だろ、いや無理だわこれは。あばっか、無理だ、そういう感じか。まあまあまあ、やばいやばい。はい、どうもどうも。いるからこんな絶叫しちゃって。ホラーゲームかって言うから叫んでますね。あ、すいません、ちょっと。いやいや、全然絶叫者なんで。実況者じゃなくて絶叫者、絶叫者なんです。あー、はい。うまいこと言ってく。いや、マジで。さんいらっしゃい、ジュリスさんいらっしゃい、天然水さんいらっしゃい。同じにしてもらっちゃ困るんだけど。何？俺全然叫ばんし。何つった？怖くない？普通に。めちゃめちゃ高圧的ノッチやん。高圧的な中の星さん。リアリティ低い。ただただ高圧的。なやめろやめろ。高圧的な態度をとってみんなに嫌われるタイプの星。やめとけやめとけやめ。支障が出る。地面が。超面白い。よし、来たで。ナイス。終わり。いやだ。ペイン逃げてんのか。うん。逃げてないじゃん俺が。逃げてんのか。本当に全員やったって。あ、そう。うるせえな。なんで俺がキルリーダーなんや。ちょっからバカ。カバーカバーカバー。いやー。オッケー。カバー。カバー。一人待ってる。中西さんのね、ダメなところって俺ね、高圧的なところがね、ちょっとなんか戦闘にあんま出ないっすよね。うるせえ、鬱陶しいな。そこほんとダメ、そこが一番ダメだと思うな。高圧的に、高圧的にっていう表現やめろや。だって俺裏でエイペックスやってる時、いや、トペインさんそこ死ぬのかみたいな言われてるの。ない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 。みんな結構なんか中野さんのことワイワイ系のなんかゲラみたいなイメージだと思うけど、裏だともう全然笑わん。一生真顔。どうしたマジで今日。配信中でしたよね、ごめんなさい。さ、忘れてた。いや、もうあれわざとだ。どこ行った？いや、だからね。え、ナイス。力よこせ。ヘムロックじゃねえか。よこせとか言うな。こ、おい、高圧的な態度やめろ。高圧的な態度。怖い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 。よこせと。被害妄想よくない？仲良くやろう。被害妄想よくない？出てるもんって、なんかその裏の感じが。意味わからねえわ。仲良くやろう。武器よこせぐらいなんだけど、誰でもよくないですか？仲良くやろうがちょっとリアルなんよな。仲良くやろう。やばマジで。キーボル。裏出てるよ。ちょっと俺、これ終わったら一回落ちてこうかな。仲良くやろう。仲良くやろう。仲良くやりたいけど、なんかもうまだなんか後ろの人いるし。いや、やかましいんだけど、悪口言うとやっぱ評価下がるからさ。悪口言ってなくない？あー、もうほら、もうほら。ほらほらってなんだよ。よく用意したい。うん、うわぁ、出た出た出た。いい年したおっさん、クソじじいが。お年玉くれなかったし。やるわけねえだろ。このクソじじい、マジで。いや、まだ来てる、ここ。いやー、ごめん。歩かない、ちょっと。やばいって今。本当にやめてほしい。言ってねえ、言ってねえって。何それ。言ってた。ああ。出井さん言ってた、これ。言っては、いたかな。言ってたの？いや、ガチで言ってた。まあ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 。まあまあまあ。
あえぐし。そんな。あえぐし。って言ってんの。もうやめてやめて。レイさんは好きな武器なんですか、はい、好きな武器は、最近はオクタン使い始めてからスピットファイアを好きになりましたね。中野木さん何が好きなんですか。カービンですね。あー、すごい。次のリングは遠いぞ。あ、お前にとってはな、大丈夫か。ぎこちなと思って。いや、好きなパン何？好きなパンですか。はい、好きなパン。まあ、人生で初めて聞かれたかも、好きなパン。間違いない。癖強いんよ、質問の。好きなおかずとかさ。おかずって。おかずも聞かねえよ。好きなご飯とかあって聞くくない？いやいや、ご飯は聞く。おかずは聞かないじゃん。じゃあ何、好きな白米ってこと？ブランドってことで。じゃあそれ土地を取る。逆に何が好きですか、好きなパン。あ、自分は だろうな。焼きそばパンとか、なんかソーセージのなんか入ったパンとか。え、それって屋台系っていうの？惣菜パンってやつや。え、何パンだ。そんなのや。米粉パンかな。ベニさんは何が好きなんですか、一番好きなパンは。パンシリーズないの？パン好きなパンねえの？ねえの？あ、俺、うん、おめえねえのかよ。うん、ないの？ない。メロンパン普通に好きだよ。好きなラーメンなんですか。好きなラーメンですか、うん、豚骨ラーメンが好きですね。チャーシュー多めの。あー、いいっすね。自分も結構豚骨が一番っすね。トッペニさんのお風呂の後はめっちゃ出汁が出て美味しいですね。美味しいですね。さそう。近所では結構有名ですけどね。やめろ、いいって乗らなくていい。いや、割と結構でも本当にあの近所の40代ぐらいのシェフ45年代ぐらいのあの息子持ってる。いや、いい、限界がある、限界が。限界がある。大体俺7時ぐらいに入るんですけど、そっから大体来ますね、俺が風呂入った後。トペン君今日出し取れてる？3人分ぐらいですねって言って。あーれ、バカ肉。バカ肉？バカ肉。あの、これでもバカ肉。バステフあるよ。好きなジュースって何ですか？好きなジュース。何そのなんか初歩的な質問シリーズ。もう意味ないやろ。俺ん時一個もそんな質問されんかったぞ。デイさんに興味津々なんで。なんか俺小学生と間違えてません？何そのなんか俺との接し方の違い。登録者数10万人を超える人ともあろう方が。ジュースは何って聞いてんの。ジュース飲まないんですよね。炭酸とか飲めなくて俺。控えてるとかじゃなくて飲めない。飲めないんですよ。刺さった。 What the fuck。 やば。終わった、終わった。好きなフルーツって何ですか。好きなフルーツ。A ってもうそのシリーズ。まず1番っていう質問がむずいよな。難しいよね。メロンは昔から好き。メロンタブ。ドリアンとかじゃないんだ。いや、クソ強すぎでしょ。好きなフルーツ。食ったことすらねえ。今一瞬だってもう食ったことなさすぎて、ドドリアさん出てきたもん、頭の中。好きなフルーツ多分、イチゴっすね。イチゴ。ああ、かわいい。あ、イチゴって野菜らしいっすよ。え、いや、もう一般的に見たらフルーツだね。絶対おばあちゃんの豆知識系のシリーズだって。中野っち、ほら、いちごはな、よぼよぼすぎだろ。野菜なんや。お前とけ、将来お嫁さんができたら言うな。質問はやめた方がいいですか。いや、俺は全然いいんですけど。やめた方がいいですか。コメント欄から、コメント欄から抜粋して言ってるから。いや、それリスナーのせいってこと？いや、そうじゃないよ。みんな、謝らないで。ちょっとやめて。ごめん。いや、俺がごめんって。俺がごめんって。めっちゃ静かになった。まあまあ、質問されてるのは俺なんで。全然質問は聞きますよ。なんかごめんね、なんか。いや、全然。今日初めてなのに変な感じで。いや、そうなんですよね、初対面なんですよね。タッチャーだ。あのオタク潰すで。うわ、ブラやってるよ。ホライゾンのやらさ、ホライゾンやらさ。ラストワン、ラストワン。あとここジブ、ジブジブ待ってくれ。わたわた、ええー、これ強い。わたわた、わってやってる。どうだ、やろう。突っ込んで、突っ込んで。あ、超変身する。ナイス。感覚がゴミだ、今日。俺もふわふわしてる。中野くさんのせいだ。いや、ちょっと待って、待ってくれ。どう、なんで俺のせい。それはマジでそうかも。いいんじゃないの、楽しいでしょ。いや、めっちゃ楽しいっす。ガキは大人のせいにするっすかね、なんでも。とりあえず、なすりつけるんで。まあね。俺まだガキなんで。中野っちさん、僕まだ子供なの。優しくしてね。自分で言っちゃうかよ。
わあ、ブルーだ。